来たか。どうだ、何か分かったことはないか。ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何、ジャカだと。ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。もし俺が横浜へ向かう準備はできたのか。そうだな。分かった、それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、オタクのジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか、それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが
心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例の遥の捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。
せ。くそ。そろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。まだまだ。
桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。はあ、やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ覚えてるか。遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA?ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした？ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。
邪魔だ。弾切れしてるぞ。なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金、使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか、は？あのな、おめえはどこまで下手になんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは
誰がヘタレだって誰が桐生よりも根性がないんだってメイドの土産に教えてやる堂島組長をやったのはこの俺だ覚えとけも二人殺すも同じじゃねえかそうだそうだよとっくに道は決まっていたんだ堂島を殺し桐生を見捨てたあの時からやってやるよ俺は必ずてっぺんに立ってやるそのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、桐生。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん。花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、桐生。もっと早く気がつくべきだった。宇多堀のところに行ったとき、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ。それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中。遥と錦山が接触したこともない。なら。出るぞ、桐生。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、宇多堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ええ。この女だ。伊達さん、行こう。
セレナ。キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ、シンジか。お前どうした？レーナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レーナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー祭の河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。Hey!
また来るぜ。おもろいな。大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら誰だこの男。知らないわよ。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、じゅんちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきり。覚悟はできてるか？ちょっと、じゅんちゃん。よせ、落ち着く。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うおー、うん、せい、とりゃ、どうだ。うん、せい、参ったか。に、でてて。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、いや。いってそちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりと将棋しないと。違うんだ、人の話を聞こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫ね、だどういうこと。まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつ。ああ、あの二人がカップルってことは、脅してたチンピラってのはお前は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。
そしてあなたも勘違いをした。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっている。止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません。そして途中この顔のでかい男が急に入ってきて。そうです。もういいか？すみませんでした。いや、もう。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく。さあ。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道では篠原さん、最近は物騒ですから。篠原、なんで名前を？あんた現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで。本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。本当ですか？いらっしゃいませ。はい。またまた。え、よろしく。はい。またまた。何？ああ、はい。よろしくお願いします。おい、申し訳ない。
本当ですか？ああ。してください。ねえ、見てっNani? Nani?
何？何だと？はい。
ああ、よろしくお願いします。
俺だ。今どこだ。雑居ビル跡です。サイの川の近く。分かった。早く来てくだ。俺が行くまで。
何？
またな、キルちゃん。さすがや。ちょっと待って。